さっき本当にやばいのがあって、なんか劇場で楽屋の前になんかなんだっけ、なんかクリスマススタッフさんが用意してくださったクリスマスプレゼントのなんかあって、一等がそう夢の国に生きるやつだったんですよ。本当にやばくて、そうなでもう全部いいんですよ。白がなんかスタバの券みたいな、クリスマス抽選会みたいなで、金が夢の国とホテルと、あとなんだっけ、あの飛行機、空港だから、もう空港に行けばその券やればすぐ生きるみたいな。そうでもね、ほとんどみんなね白だったんです。私もね白でした。本当に最悪。ケータリングは今日は中華でした。なんかね、こぐるぐるって回すやつ。そうでも、その1万円分が1人で、5000円分が2人で、残りは1000円分なんですけど、そうだからまだわかんないけど、そうだからあのスタバのやつインストールしたらどのぐらいかわかる。アキさんが1万円分だったんですよ、1人。そうそう、アキさんが1人1万円分のスタバ出しました。そう、あとファンミーティングもね、ありがとうございます。そう、本当にやばかった。そう、なんかココペはなんだっけ、なんかさ、このぐらいのスポンジさ、ドドドドドドってやるさ、なんだっけ、マッサージ機みたいな。え、待って、福岡のゼウさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。昨日もね、お話ありがとうございました。ありがとうございます。なんかあるじゃん、なんかその電動でさ、こうってやるさ。そう、アマゾンギフトは3万円分でした。誰か、そう、1月お話かもしか、ありがとうございます。今日もねよろしくお願いします。今日なんか昨日よりケーキがめっちゃ多くて、え、そう、エミリーさんね、めっちゃ、はい、なんちゃらいけ、なんちゃらいけって。でもエミリーさんなんか、なんだっけ、ボディークリームみたいなの当ててました。そう、なんか、あの、白くなるボディークリームみたいな。で、銀がタブレットだったんですよ。タブレットをゆうなさんが出てました。もうめっちゃ3番目4番目ぐらいで iPad 出てました。リリバー会えたのは嬉しく、ありがとうございます。楽しかった。そう、お話し会やると食べて、本当に美味しかった。なんかね、なんだっけ、焼きそばが海鮮焼きそばみたいなのだったんですよ。そう、
そうなんです。メンバークリスマス抽選会、あ、ありました。さっき今もやってる。なんかお肉と、あとなんかホテルのやつ、くるみさんが当ててました。二人で生きるみたいな。フルーツはね、まだ来てなかった気がする。来てたかな？楽しく、あ、ありがとうございます。バウッチさん、ゆきだるまありがとうございます。あちゃか、コアッチョさん、クマありがとうございます。じゃあキムキムさん、プレゼントありがとうございます。あちゃか、イッシーさん、ハートありがとうございます。あちゃか、あとトタカイもありがとうございます。あちゃか、ユーシューさん、スノードもありがとうございます。あちゃか、ガチャガチャピクミンゲットして、え、いいな、弟絶対欲しいっていうね。今日イブだ、そう、これね、見て、これ H って書いてて、ハンナのハンってアルファベットじゃない、ハンナの H です。絶対来ていただいたから、1月8日パチタン申し込んで、ありがとうございます。ありがとうございます。ユイナはね、もう帰りました。そう、ユイナもスタバでもうね、カレンレンがもうめっちゃ悲しんでて、もうめっちゃ、私もう夢の国やってるみたいな言って回して、白でずっとこれ、もう楽屋でもずっとこんなんで、そう、ずっと出てました。でもリチャキが来てからちょっとは元気になったけど、まだって感じ。初めての話から、え、お願いします。そう、スタバ、もうカレンでめっちゃわかりやすかった。ハンちゃんの代わりにディズ、え、いいな、やべ、本当に夢の国行きたすぎて。でもね、私サンタさんに手紙書いてなくて、もう来ない確定って感じ。なんか書くの忘れて、今日の夜にもらえるんだっけ、あれ今日の夜か。でもプレゼントさ、書いてなかったからさ、サンタ優しかったよね、絶対来るよね。今近くで海鮮丼食べて、え、いいな。今ね、中華のなんだっけ、酢豚見てめっちゃ美味しかった。何が欲しい、ね、ちょっとお高いニット帽を今日パパに買ってもらう予定。ちょっとってかめっちゃ高くてパパもびっくりしてた。本当に
でもずっと欲しかったやつ。夢の国やってた人に連れて行ってもらう。でもあのクリナさんがあのあれクリナさんであの夢の国当たったら一緒に行きましょうって、あいいよ行こう行こうって言ってくれたから、そしたら、あでもこれ言わない方がいいか、クリナさん水色でした。いくらか、でもね、なんかアマゾンでは何万、3万ぐらいしてるけど、多分そんなんじゃないかも。一等の商品は夢の国の券です。今日くなちゃんと似顔絵くなちゃん本人に歯かかなければ痛い、あそう言ってたね。会場のすぐそこでビンゴ大会してるよ、ちびっ子たち。楽しそう。ビンゴ大会。待って、私何分から始めたっけ、ショールーム。ハワイアンズ旅行機はないです。ニットボデさん、そうニットボデさんもやばくない？8分か。そうニットボでなんかね、アミファリスみたいな名前のやつで、もうニットそのアミファリスっていうところのその服が6万ぐらいするんですよ。ニット帽でその半分ぐらい、やばくない？もう長袖のニットでさ6万はさすがにやばい。そう、これ初めて着た服、これは着たことある。アミパレスかわいい、そうなんか柄がねかわいいんですよ。ニット帽で CD30 枚、すごい。ただの魚さんとヤスさん、クマありがとうございます。さちか、向井さん誰もありがとうございます。さちか、ヤスさんプレゼントありがとうございます。さちか、クワチさんファイトありがとうございます。さちか、バウチさん、クマありがとうございます。さちか、ヤスさんスノードームありがとうございます。さちか、向井さん誰もありがとうございます。さちか、カピバラさんとクワンクワンさんと向井さん誰もありがとうございます。さちか、そう今日メイクめっちゃうまくいって、ほら、あこっちあんまか、こっちほらすごくない。昨日もたか、昨日何着たっけ、あーあれか、値段どのぐらいだっけ、忘れちゃった。めっちゃ声聞こえるんだけど、し、そう、まつげ超上がってるんだよね、やばーい。じゃあちょっと私は今からおしゃべり会の準備をするのでランキング見たいと思います。実際ロンチさんありがとうございます。中にハンちゃん、ミオリちゃんありがとうございます。11位コテちゃんありがとうございます。10位ブラッドダイちゃんありがとうございます。9位ハヤタさんありがとうございます。8位エミジーさんありがとうございます。7位ブラッドダイちゃんありがとうございます。あれブラッドダイちゃん、
あ、ジー・コーチさんありがとうございます。キハヤタさんありがとうございます。ハチミジーさんありがとうございます。タナイ・ブラッド・ダイチありがとうございます。6位、マサマサさんありがとうございます。5位、ユーシューさんありがとうございます。4位、ヤスさんありがとうございます。3位、ラビットコキックありがとうございます。2位、イッシーさんありがとうございます。そして1位は、アンチャガチャ福岡のジューさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。では、おしゃべり会よろしくお願いします。では終わります。今日は来てくれてありがとうございました。バイバーイ。